ございます。ゆうたろうです。はい、本日はね、私の旅行3日目ということでね、スペインはマドリード2日目の旅にございます。トレドっていうね、マドリードから少し離れたところにある世界遺産があるんですけど、こちらの方にね、スペイン版新幹線みたいなのを使って行こうかなっていう、そういう計画をしているところです。今日も歩きまくってね、いろんなものを見ていければっていうふうに思います。それではレッツゴー。いやー、雰囲気最高ですね。このね、オレンジと赤のこのスペインの国のカラー、いやー、こういうのがね、街中にあちこちある感じがね、スペインって感じですね。はい、さらに歩き回っております。街中の雰囲気も最高です。なんでサングラスしたかって気分です。なんか結構歩く人はみんなサングラスしてるんでね、ちょっと格好つけました。はい、すいません。はい、ここの通りを抜けた先がね、マヨール広場らしいです。これかな、この門みたいなのを通り抜けた先がマヨール広場。さあ、ちょっとね、行ってみましょう。いや、もう情熱の国って感じですね。めっちゃフラメンコの衣装あるよ、ほら。もう観光客おいでおいでって感じですね。はい、あ、これがマヨル広場かな。あ、クリスマスマーケットやってるわ。はい、もうね、11月の後半のこの時期、僕が見たね、写真とか映像とかだとね、こういうのなかったんですけど、はい、今クリスマスマーケットやっております。マヨル広場こんな感じでね、はい、ちょうどクリスマスマーケットシーズンですね。赤レンガみたいな感じかな。赤レンガだから六本木とかこんな感じだよね。こちらがね、マヨル広場の前景になります。いや、中心部にね、騎士の立像があって、はい、一周ぐるりとこのようにレンガ造りの建物に囲われております。はい、バッチリね、自撮りの方も撮れたってことでね、次行きましょう。次はね、サンミゲル市場を向かいたいと思います。サンミゲル市場ね、ここからすぐ近くらしいんでね、はい、こちらの門をまっすぐ行ったところがサンミゲル広場っぽいんでね、行こうかなっていうふうに思います。めっちゃ絵になる。ほらほら、はい、サンミゲル市場めっちゃ近いですね。マヨル広場からこれサンミゲル市場らしいです。めっちゃ近い。まあちょっとね、なんか美味しそうなものがたくさんあるらしいんで、ちょっと食べていきたいと思います。これがサンミゲル市場。なんか思ってたより規模小さいね。気のせいかな。めっちゃフレッシュだよ。わお、こんな感じで、うわー、生ハムだ、すげーうまそう。原木だよ。やべー、お腹空いてきた。ハンバーグかな。うわー、めっちゃうまそう。いやー、こっちはなんだろうね、オリーブの串、オリーブの串ですね。美味しそうだ。ほら、はい、朝からスパークリームワインいただきたいと思います。はい、朝からね、ワインでございます。12ユーロぐらい、ちょっと高めですけど、まあこれで小腹を満たしたいと思います。いや、やばいね。じゃあ乾杯。香りがすごい最高。よかった、これめっちゃ美味しいじゃん。ワイン好きの僕としてはね、こういうの最高です。はい、マヨル広場で一杯決めてきちゃいました。あー、めっちゃ美味しかったね。
生ハムもね、やっぱ本場の生ハムちょっとあの味わい深かったです。まだちょっとちゃんとねあの食べられてるわけじゃないからねあれですけど、まあ、生ハムも美味しかったし、チーズもめっちゃ美味しかった。なんつってもスパークリングワイン最高でしたね。はい、まあ、夜広場満喫しておりました。いやね、もうこんなね、まだ何時、11時13分、はい、まだ昼です。昼間から酒決めちゃって、まあ、美味しかった。はい、最高です。ここの通りをまっすぐ行くとね、マドリード王宮のある通りに出るらしいのでね、はい、ここをまっすぐ進んでいきたいと思います。こちらがね、はい、スペイン王宮、マドリード王宮かなになります。はい、マドリード王宮です。めっちゃでかい。こっちのね、大聖堂の方もね、規模感が違います。でね、またね、このハープをね、ここで演奏されてる方がいてね、この多分 Vlog BGM つけながら歩いてると思うんですけどね、その BGM にマッチするっていうかさ、なんかメッセージが BGM なくてもいける、そんな雰囲気ですね。日本じゃいいです。最高でございます。素晴らしい。いや、このビルが多分絶対面白いって。もう見てほしい。みんなに見てほしい、これ。はい、俺が透かしてもうね、サングラスかけてるっていうだけですけど、はい。いるところがメンフェアベとかね、メンフェとかアベとか、まあ、いわゆる新幹線ですね。スペインでいうところのスペインの国鉄新幹線の駅になります。で、ね、なんかどこの列車に乗るっていうのがね、まあ、あらかじめ分かってるわけじゃないっぽいんですよね。はい、トレド駅出ましたね。14番になっております。14番からね、トレド駅の列車が割り振られましたのでね、こちら14番ホームまで行こうかと思います。入り口のところで確かチェックを受けて乗る感じになるそうですね。結構決まるの遅かったが、すごい列ですね。でこんな感じに PDF で送ってくれますので、こちらの方多分チケットとして持っていけば乗れると思いますのでね、はい、こちらも後でチケットの取り方動画に出しておきます。ほらシャコントライン。はい、これがねチェックインできました。これがね、レンフェっていう列車ですね。はい、スペイン版新幹線。ちょっとでかくない？あの、日本の新幹線よりでかいし、かなり近いよね。なんか新鮮です、こういうところ来ないからね。これがマドリード、アフルチャ駅。こんな感じでございます。Thank you。 はい、間違いなかったそうです。69番、はい、こんな感じで行きます、まあ、列車としては30分ぐらいなんで、多分終点のトレードまで行くのかな、はい、そういう感じだと思いますので、30分で新幹線に乗ってみたいと思います。はい、トレード駅無事到着しました。こんな感じです。トレード駅、こっちもね、なんかレンガチックな感じの、そんな感じでございます。見えてまいりました、トレードのこの城壁ですか、これ外観が見えてまいりました。わ、すげえな、トレードね。はい、やはりね、城塞都市らしいです。イスラム教、ユダヤ教、キリスト教の歴史的建造物で知られてるぞ。やっぱね、三文化の集合体のような、そんなね、場所っぽいです。いや、すごいな。はい、こちらがトレド。いや、圧巻でございます。なんかやっぱり
今回ね、僕の目的の中でね、テイルズ・オブ・シリーズの舞台、テイルズ・オブ・ベスペリア、ファーストストライクって映画があるんですけどね、そちらの城壁にすごい似てるよね。気にせえ。はい。ちょっとあの、興奮してまいりました。はい。いや、夜のライトアップとかも綺麗なんだろうな。今日ギリね、7時半ぐらいの列車で帰るのでね、多分もしかしたらライトアップ見れるかもしれないです。すごいね、絶対ね、これね、綺麗だと思います、光ったら。街の雰囲気が最高です。これがトレド大聖堂でございます。これが正面入り口だけど、ここから入れないっぽいね。なんか入ってみようか。入り口はね、ここをぐるーっと回ったトレド大聖堂を右手に行ったところからどうやら入るようですね。出てきました。約10ユーロ。こちらの入り口の真正面にある建物でチケット購入できるようです。約10ユーロで購入できました。早速ね、トレード大聖堂入っていきたいと思います。はい、カメラは NG ってことだったのでね、スマートフォンの映像でお届けしております。やばくないですかこれ。ステンドグラスですよ、ステンドグラス。あちこちにほら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 、これね、すごいっす。はい、こちらがトレード大聖堂。大聖堂どうでしたでしょうか。圧巻でしたね。まあその一言に尽きると思います。いやもうこう来てよかったなっていう、そんな感じでした。もうなんて言うんだろう、もう日本じゃあの建造物ないよねっていうね、素晴らしい造形っていうかさ、彫刻とかさ、あのステンドグラスとかもそうです。もうこんなもんなかなかもう日本じゃ見れないんでね。いや来てよかった、貴重な体験でした。じゃあね、あとは観光列車っていうか観光バスみたいなのが走ってるらしいんでね、まあ最後それ乗ってね、あちこち巡ってなんかフォトスポットみたいなところあるらしいんで、そこ行ければっていうふうに思います。はい、観光列車来ました。これに乗る感じかな。乗ればいいのかなって人に、なんかね、いろんな国の言語に対応してるようなね、このねもらったねイヤホンを着てて行く感じでしょうか。はい、こちらがねトレドになります。素晴らしくないですかこの絶景。はい、観光列車もねこうやって止まってね、皆さん写真の方を撮ってくれるようなんでね、はい、このようにねトレドの絶景をねこのように撮影できるようになっております。雰囲気最高ですね。もう絶景です。絶対ここまで上がってきたくないもん自分じゃ。観光バスこういうのを使うのはマジでありだと思います。観光バスいかがだったでしょうか。時計回りで観光バスが回っていくのでね、もし乗られる方は多分右側の方がいいです。僕左側に座って失敗しました。はい、まあ、でもねトレドを、ね、一望できる絶景の撮影スポットみたいなところあるんですけど、まあ、そっちにねあの歩いていくの相当大変なんでね、あのバス使って行けたのは良かったんじゃないのかなというふうに思います。なんかイベントやっております。さっきイルミネーション点灯式かな、もしかして。いやちょうどいいタイミングにね、こんな感じでねイルミネーションやっております。
い、最高な雰囲気でございます。街全体がクリスマス、そんな雰囲気ですね。もう見ててやばいです、めっちゃいい。もうこういうのがね、味わえるのがもう最高かもしれないですね。なんか最高な日に今日僕は来てしまったようですね。はい、これだからね、多分12月25日までトレのね、あのイルミネーションライトアップされるんでしょうね。それの第1日目に今日来ることができました。いや、もう最高のタイミングですね。もうこれとは言って変えられないような、こんな素晴らしい日です。少し名残惜しいところではありますけどね、あと45分ぐらいで列車が出ちゃうんで、ちょっとそろそろ駅の方に向かおうかなと思います。トレド駅に向かって歩いていこうかなっていう感じです。まあ、まだまだパシパシスナップ取りながらね、坂を下っていこうかと思います。はい、トレドのイルミネーションめっちゃ綺麗です。はい、今ね、下まで入ってきました。今こんな感じでございます。めっちゃ綺麗だよ。はい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 、すげえ、めっちゃ綺麗。こんな感じです。わあ、このね、アーチ状にこの作られたこのイルミネーション、いや、めっちゃ綺麗。でね、こういう隣にね、クリスマスマーケットの感じでいろんなお土産とか売っております。めっちゃいいね。はい、まあね、やっとトレードを今後にしました。いや、めっちゃ綺麗ですよ。ちょっと引いたところでね、このイルミネーションが多分綺麗なぐらいのところでさ、多分トレードの上まで写真撮れればいいんだけど、あー、いけるね、ここで。こっからの画角でちょっと写真ちょっと数枚撮りたいね。あー、トレード見えなくなっちゃいました。いやー、もうちょっとトレード長くいたかったです。トレードにもね、もちろんホテルとかたくさんありますのでね、まあクリスマスシーズン行かれる方、トレードめちゃくちゃおすすめです。イルミネーションがね、めっちゃ映えるんでね。今日が11月の24日、だいたい1ヶ月ぐらい前からイルミネーションアップするようですね。はい、いいタイミングで来れたんで最高でした。じゃあね、これからトレード駅から今度はね、アトーチャ駅まで戻ろうかと思います。じゃあね、チケット入場手続き取れましたんでね、レンフェに乗ってアトーチャ駅に帰りたいと思います。マドリードにね、帰ります。いやー、名残惜しいです。もうせっかくこんなね、いい雰囲気のね、駅めっちゃトレード良かったです。まあ、もしね、旅行でまたね、スペイン来る機会があったら、トレードぜひ行きたいなっていう思います。ホーラーンということでね、はい、スペイン旅行2日目終了しました。はい、今日でトータル3日旅行にかかって、まあ、今日はね、本格的にマドリード市街を散策することができました。あ、よかったね。今日ね、マイフル広場もね、想像以上にすごかったね。海外のね、あのクリスマスマーケット、まあ、見ることもできましたしね、市場の方もね、まあ、美味しかったね。いや、ワイン好きの私としてはね、あのスパークリングワインめっちゃ美味しかった。でもうね、もうグイグイあそこでずっと時間潰したいぐらいだったんですけどね。はい、最高でした。マドリード王宮とかもね、しっかりも見ることができましたね。日本じゃない建築だからもうほんとすごいね。いやー、素晴らしかったマドリード。スペインに1日あるなら必ずトレド行けって言われてるぐらいのね、素晴らしい場所でしたね。はい、トレド大聖堂とかね、いやー、あんなの日本じゃ見れないですよね。ステンドグラスがすっごい美しいしね、あのステンドグラス越しに見えるマリア様とかもね、素敵でしたね。まあのね、今日一日素晴らしい体験ができたんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、まあね、今日行ってまた撮れるの、また行きたいなと本当に思いましたね。今日タイミングよくね、あの11月の24日クリスマスの1ヶ月前ってことですのでね、ちょうど撮れとて、あのイルミネーションのライトアップ点灯式をね、ちょうど見ることができたので本当にラッキーでしたね。あとパエリア美味しかった。そして赤ワインめっちゃうまい。本当スペイン最高でしたね。僕、はい、今日一日でめちゃくちゃ散策してね、この動画ね、見てくださった方ね、いいねって思っていただいた方は、いいねボタン、チャンネル登録の方をしていただけると励みになります。またね、これからスペイン3日目ってことでね、明日はとうとう僕のね、行きたかったクエンカに行きます。明日はちょっとね、移動がメインの動画になってしまうとは思うんですけどね、はい、今日ね、またね、あのいいなって思っていただいた方はね、また見ていただけると励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。
ゆうたろうでした。次はまたクエンカでお会いしましょう。それではおやすみなさい。